毎度おなじみ、ルーロナトケチャンネル、電池はフィッシングチャンネルでございます。皆さん、FG ノットとかですね、こういったノット締めるときに、どうやってやってますか？手で、こうやって、ってやってますか？それとも、こういった軍手を使って、ギューッと引っ張ってますか？こういうのね、締め具って言うんですけど、これがね、なかなかないと、きちんとしたノットってできないじゃないですか。で、まあ、買うと結構高いんですよね、ノット、締め具。うん、ラインブレーカーって言うんですけど、まあ、今回はね、それを、なんとかダイソーので売ってるもので作れないか、という動画でございます。で、私ね、何を使っているかというとですね、まあ、こういったものを使ってるんですね。まあ、水道ホースですよ。水道ホースの中に、木の棒を入れて作ってるんですけども、まあ、なかなか調子いいわけですよ。こうやってもらってギューってやればいいですから。でもね、ちょっとね、細かったりするんですよ。こう逃げるときに。うん。もうちょっとこう、太めの方がいいかなと思って、なんかないかなと探してるところで、ちょっとまたダイソーに行ってきたんですよ。うん。じゃあ結構使えそうなものがあったんで、まあ、今日はね、それを使って、締め具、ラインブレーカー。まあ、こういったものを作っていこうと思ってます。はい。それでですね、私はダイソー行って買ってきたのがこれになります。これ。自転車コーナーで売ってるやつですね。自転車ハンドルグリップソフトタイプとですね、まあ、同じですか。こういった、ブルーとブラックの、こういったものと、まあ、ブラック一色のものですね。あと、これに、木の棒ですね。工作材料、パイン材。45×20。これ内径、太さが20とかですね。太さが20のやつですね。これを買ってきてみました。はい。でね、このハンドルの方を見ると、ハンドル径の方がですね、19から22ということで、まあ、ちょうどぴったり入るんじゃないかなと思ってます。はい。でね、まあ、実際入れてみて入らなかったら、まあ、なんか考えようかって話ですね。じゃあ、まず、こっちから行ってみましょうかね。ほほ。ほほ。ああ、なるほど、なるほど。あ、こういった。うん。あ、単なる、こう、ふわふわしたグリップになってますね。うん。ほほ。こんな感じ。ちなみにですけど、これ、刺せば、あ、粉浜入れて終わりでいいですね。ちょうどいいかもしれない。はい。案外ですよ。めんどくさいですね。こんな感じで。はい。こんくらいで切ればいいのかな。よいしょ。じゃあちょっと、切ってきます。これ長さですね。で、ノコギリ、これも100均のやつですから、これでちょっと切ってみたいと思います。切れました。皆さんはちょっと無理しない方がいいですね。ちょっと、ちゃんと切った方がいいと思います。お、これもう一個、こういうのありますんで。これか。これもしかしてもうちょうど半分じゃねえか。こうなって、こうだもんね。ちょうど半分だね。いけました。はい。ということで、丸棒の方を切ってまいりました。ね。この青い方はこのサイズですね。2本。で、この黒い方ちょっと長めですね。長めにちょっと切ってきました。これ。で、ラッキーなことにですよ。丸棒買ったでしょ？これ、切りますと、
あまり端材が出ずに、この黒いやつ2本と、この黒と青2本、ちょうど使えるということが分かりました。いやーすごいですね。なんで丸棒1本あれば、4本作れるということになります。でね、あとはこれをこう入れていくだけなんですよ。ちょっと入れてみますね。まあ、何のあれもないんですけども、ただこう、入れるという感じですね。で結構きついです。結構きつめですね。なんで一回入っちゃうと止める必要もないのかなっていう感じですね。まあ、こんな感じで回しながら入れるといいのかな。こんな感じでね。こんな感じで、うわぁ、きつい。入れんのは難しいけど、まあ、よいしょ。よいしょ。こんな感じで入りますね。で、こう、少しこう。伸ばしたりすると、もうほら、こんな感じで、一個完成ですね。はい。じゃあもう一個。はい。ちょっと入れるのがちょっと大変かもね、これ。はじめ。ゆっくり。こんな感じで入れてあげてください。で、縮むんでね。ちょっと伸ばしてあげるような感じ。鳴らしてあげる感じですね。こんな感じで。ってなると、まあ、こんな感じで、いい感じできますね。で、黒い方なんですけど、反対側にね、こういったパイプが入ってます。パイプが入ってます。で、これあると、入らないんで、これ取りますね。取ります。はい。で、入れます。スポッときましたね。はい。入れやすいですね。こっちの黒いの入れやすいですよ。よいしょ。よいしょ。はい。お、やりすぎた。やりすぎた。やりすぎた。よいしょ。よいしょ。これで完成でございます。はい。じゃあ実際締めてみましょう。はい。はい。ちょっとこう、切れちゃわないかなと思って心配だったんですけども、まあ、なんとか、中木なんでね、それで押さえてくれた感じですね。締め込みの方も全然大丈夫そうですね。しっかり締まってます。はい。いい感じですね。じゃあこっちも使ってみましょうか。はい。いきますよ。全然大丈夫ですね。かなりパンパンになりますけども。ほら、全然大丈夫ですね。何回でも使えます。はい、ということで今日はですね、ダイソーで売ってるもので、P ラインをこう締め込む時の締め具。もしくは、P ラインを切るための、ラインブレーカー。こういうものを作ってまいりました。ちょうどね、300円で、4本作れることが分かったんでね、皆さんもぜひ使ってみてはいかがでしょうか。はい。まあ一つはね、自宅に置いといて、まあ一つは、釣りのタックルボックスに入れとけばいいと思いますね。現場でも使えるし、うちでも使えるし、ということでございます。いやー、だってダイソーすごいですね。いろいろ売っててね。まああとはもうアイデア次第でいけようにもなります、ということでございますね。はい。じゃあ、まあ、この動画が良かったと思いましたら、ぜひ、高評価、チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。はい。非常にね、励みになるんですよ。
じゃまた頑張ろうかなと思うんで、まあ、ぜひその辺協力していただけたらと思います。じゃあね、今日はこの辺でございます。どうもありがとうございました。さよなら。